こんにちはぬるぬるですけれども、本日はですね、唐突に原神のガチャを回して参ろうと思います。狙いはこちらの星4キャラ3名です。今シャンリンとシノブが共に1つ、キララミ所持なので、次の回答祭でおそらくシャンリンが突れるであろうことも加味してシャンリン2枚、シノブ1枚、キララ1枚狙いでガチャあります。いわゆるチキンレースというやつです。とりあえずかき集めた無課金石80連分でなんとかなればいいなと思います。大魔ハマトラさんが欲しくないわけではないんですが、というかスメール組のキャラはいずれ全員欲しいんですが、今じゃねえなと。私フォンテーヌ実装と同時に原神を始めた初心者でですね、平和とはナヒーダが不在でして、今セノを迎えしても確実に持て余すんすね。タピオカさんはゲーム内で会ったことないんでようわかりません。では行きます。天井は全てリセットされた状態なんで60連までは安全なはずです。はい紫、はいはい、うさいね。まだ10連目なんで、まあまあまあ20連目行きましょう。しゃがむなよ。ええー、ぞ、はい、ベネです。なんなら4凸くらいまで行ってくれても構いませんが、30連目、はい紫、はい、おのれバンナム、40連目です。まだ安全圏、まだ安全圏、おい、ふぅ、ちょー、良いです。これで壁登りがはかどります。50連目、そろそろシャンリン、そろそろシャンリン、はい星4、はい、キララならまあまあまあ事前です。60連目、まだ参る、まだ参る、あ、あ、あ、ひりついて参りました。なんでしょうこの小規模なひりつきは。はい、はい、スキップしたいけどスキップしたくない、心が2つある。ぼちぼちでしょうか。バグってかさっきとか出てくれてもいいんですよ。じらしますねー。ああ、おっく、初ゲット国勢気持ちよすぎだろ。嬉しい誤算です。となれば星5天井はリセットされたんで、行くぞ。よしよしよし、はい勝ち、はい原神うまい。というわけで、無事目標の確保に成功しましたので撤退します。これはもう原神クリアと言っても過言。本当はフリーナのガチャも動画にするつもりでいたんですけど、なんかこう全体的に80点くらいの、マジで見どころがない感じだったので没にしてたんですよね。今回は謎のひりつきがあって良いガチャでございました。ではでは国勢の育成は一旦置いておいて、バーバラ用のファントムハンター集めに戻ります。ご視聴ありがとうございました。お前